ジョゼ・ミゲウダロー・シャフォンテは、ポルトガル・ペナフィエル出身のサッカー選手。ラスク・リール・メトロポール所属。ポルトガル代表。ポジションは DF。弟のルイ・フォンテもサッカー選手。ポルトガル時代ユース時代を過ごした、スポルティング CP では、3部のリザーブチームで出場するにとどまり、2004年に2部の FC、フェルゲーラスに移籍した。一部のプリメラリーがデビューを、 ビトーリア・セトゥーバルで果たすと、そこでの活躍が、競合、ベンフィカの目に留まり、2006年1月にベンフィカと契約した。イングランド時代2007年、チャンピオンシップのクリスタルパレスに、レンタル移籍。2010年1月9日、120万ポンドの移籍金で、フットボールリーグ1のサウスンプトンに移籍。2014年トレーニング中に、チームメイトのオズワルドに殴られた。 2014から15シーズンからは、移籍したアダム・ララーナに代わって首相に就任した。2016年10月16日のバーンリー戦で、サウサンプトンでの250試合出場を達成した。2017年1月20日、ウエストハムユナイテッドへ2シーズン半の契約で移籍。中国時代2018年2月23日、大連一方足玉クラブに加入することが、発表された。 7月16日、大連一方との契約を解除し対談した。フランス時代2018年7月20日、ラスック・リール・メトロポールへの移籍が発表された。2020から21シーズン、DF 陣を統率して、チームのリーグ制覇に貢献した。2014年に、ポルトガル代表に初招集され、31歳にして、代表デビューを果たした。以降はコンスタントに出番を得て、 ユーロ2016のメンバーにも選ばれた。グループリーグでは出番がなかったが、決勝トーナメント以降は、リカルド・カルバーリョからポジションを奪って4試合に出場して、ポルトガル代表の初優勝に貢献した。ありがとうございます。